ギルバートアイランズはアメリカ海軍の護衛空母、コメンスメント米急航空母艦の3番艦。艦名は1941年に日本軍に占領され、1943年奪還作戦の行われたギルバート諸島にちなんで命名された。戦後、通信中継艦に改装され、アナポリスと改名された。ギルバートアイランズは、 ワシントン州タコマのトッドパシフィック造船所で建造され、1944年7月20日にエドウィン・ディ・マクモリス夫人によって浸水し、1945年2月5日に LK ライス艦長の指揮下収益した。成長訓練後にギルバート・アイランズは、サンディエゴを1945年4月12日に出港し、ハワイ水域での訓練に向かう。 5月2日に護衛空母部隊は沖縄へ向けて出港し、5月21日に到着する。ギルバートアイランズの関西機は5月24日から31日まで沖縄の日本軍部隊、残豪、弾薬集積所、燃料補給所などを攻撃した。続いて日本軍の飛行場を爆撃、ロケット攻撃した。 1945年の戦闘で、ギルバート・アイランズの4名の海兵隊パイロット、3名の機銃手が戦死した。6月16日に沖縄を離れ、サンペドロ湾で補給の後ボルネオのバリクパパンに向かう。その後7月1日から4日間、オーストラリア軍部隊への航空支援を行い、7月6日にレーテ島に帰還する。ギルバート・アイランズは7月29日に、 サンペドロ湾を出港し、日本沿岸で作戦行動中の第三艦隊に対する補給船団の上空護衛を担当した。8月15日に第三艦隊の任務軍に加わったギルバートアイランズは、ハルゼー提督の明らかに戦争は終わった。諸君らは銃撃をやめるよう命令されるだろう。だから、もしジャップの飛行機を空に見つけたなら、諸君らは、 友好的なマナーを持って、奴らを撃ち落とさなければならない。という声明を受け取る。沖縄での補給後10月14日に出港し、台湾を占領した中国第7 9軍への航空兵力孤児に参加する。その後サイパンと新庄湾経由でサンディエゴに向かい、1945年12月4日に帰還する。1946年1月21日まで。 同地に泊まり、その後ノーフォークに移動し1946年5月21日退役、予備役となる。ギルバート・アイランズは、第二次世界大戦の先行での三つの従軍聖賞を受賞した。ギルバート・アイランズは1949年11月にフィラデルフィアへ敬遠され、1951年9月7日に、最終駅し11月25日に、ボストンでオーバーホールを受ける。 その後1952年8月1日に大西洋艦隊に合流し8日後に横浜に向けてジェット戦闘機を輸送し9月18日に到着する母校のロードアイランド州クオンセットポイントには10月22日に帰還した1953年1月5日にカリブ海に向けて出港しキューバ水域で訓練した後ニューイングランド水域で 同年の夏から秋にかけて訓練を継続した。その後ハリファックスへ巡航、ボストンでオーバーホールを受ける。1954年1月5日に地中海へ向けて出航し、クオンセットポイントに3月12日に帰還した後、訓練を行った。ギルバートアイランズは1954年6月9日に同級空母の中で初めてジェット機の離着艦を行った艦となった。 その後6月25日にロードアイランドを出港、ボストンに到着すると1955年1月15日に退役する。1959年5月7日にアクフマイナス39に艦種変更され、1961年6月に除籍されるまでボストンで保管艦として経流された。通信中継艦アナポリス1967年。 ベトナム沿岸沖での撮影ニエルバート・アイランズは1963年6月1日に、エイジマール -1 に、艦首変更され、6月22日にアナポリスと、改名された。所定の改装を受けた後、アナポリスは1964年3月7日に、ジョン・ジェイ・ロ・ワン艦長の指揮下で、アメリカ海軍初の通信中継艦として、最終益した。アナポリスは、 同年の残りを各種試験に費やした。秋にはオペレーションチームワーク、オペレーションスティールパイクに参加し、12月16日に試験が完了した。1965年前半はノーホークを拠点として活動し、その後1965年6月28日に母校をロングビーチに変更する。9月にベトナムにおける海軍部隊の通信を支援するため、 ベトナム水域に派遣される。維持、訓練のため香港、台湾、フィリピンを訪れながら、戦争の遂行に、重要な通信支援任務を1967年まで、継続した。アナポリスは1969年12月20日に、ノーフォークで退役し、モスボールを施された後フィラデルフィアにて保管されたが、1976年10月15日付で、除籍され、 1979年11月にスクラップとして売却された。アナポリスはベトナム戦争における功績により7つの従軍聖賞を受賞したギルバート・マーシャル諸島の戦いを参照。ありがとうございます。